北京五輪のフィギュアスケートで、4回転アクセルが世界初認定された羽生結弦。ソチ五輪、平昌五輪を連覇し、挑んだ3度目の五輪の勇敢な挑戦は世界のファンの胸を打ったが、五輪公式ツイッター派その足跡を改めてクローズアップ。投稿した動画は半日で再生回数3万回を超えている。北京五輪男子フリーで、4回転アクセルに果敢に挑んだ羽生。4位に終わったものの、五輪連覇王者のチャレンジは見る者の胸を打った。そんな日本人スケーターについて、五輪公式ツイッターは、五輪のレジェンド、リンクをクリックして、譲る、羽生が魅惑的なパフォーマンスを見せた。北京五輪のフリー演技を再び、とクローズアップ。54秒の動画を掲載した。ソチから平昌、北京まで、3大会の演技をつなぎ合わせ、迫真の演技を凝縮。最後は平昌五輪の表彰式で笑顔を見せるシーンで幕を閉じた。北京五輪からおよそ1ヶ月経つが、こうして取り上げられるのも羽生の影響力の裏返し。動画は、投稿からわずか半日で再生回数は3万回を突破し、多くの海外ファンからコメントが寄せられている。返信欄には、彼は本当に素晴らしい。エレガント、繊細、勇敢。そして優雅なスケーティング。生ける伝説。唯一無二。史上最高のスケーター。キング、レジェンド、ゴート。ゆずこそ最高。最も偉大で、永遠の表情のキング。言葉では表現できない。フィギュアスケートと書いてゆずと読む？スケート靴を履いた皇帝。などの声が届いていた。